こんにちは、チャートマスターの根崎ゆきです。1月18日のセッションリキャップ取っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは早速チャートの方を見ていきたいと思います。これポンド円から今日は見ているんですけども、今このブレイクで買っていくのはちょっと、まあ、ブレイクするかもしれませんけども、まだ買えないですよねと言っています。なぜならここの水色のレジスタンスですよね、サポートレジスタンスですけども、ここで跳ね返ってきて、もっと深いディーパーリトレースメントと言ってましたから、もっと深いリトレースメントが発生する可能性があるからです。なのでこのラインをブレイクしてくるまでは買えませんよねと。今買うことはできません。この線を越えてきたら買うことになります。でそしてブレイクしてフックして跳ね返ってきてゴーしましょう、買いましょうということですね。キウイドルは特にすることなし。ユーロ円見てみましょう。It has broken above here. Wow. All right. Now remember, gotta be careful here. Why? What is this potential?ユーロ円、これは今気をつけなくてはいけません。まあ、なぜかというと、これヘッド&ショルダーのポテンシャル可能性があるからですと。なので、この高値を超えてきたら、トレードしていきたいですねと。オージードル行きましょう。Jury's out still. There is a possibility this could be a downtrend. And as Anil has pointed out, it's very possible that we're still inside this uptrend. So what is it? I don't know yet. Don't know yet. We'll see here. A lot's going to depend on exactly what the 3 month Satir is telling me. All right.And you can see that this moving average stayed red, this moving average stayed red, this moving average stayed red. So they are pushing to the downside. OG なんですけど、これは全部今 MA 赤になって、マーケットを下に押し下げてきてますよねっていうことを言っています。他には、まあその今は、ただまあもうちょっと見てようねという感じですよね。Right. And when you're underneath the moving averages, you have more sellers than buyers. When you're above the moving averages, you have more buyers than sellers. So, 移動平均線より下にあれば more buyers than seller. つまり売り手の方が多いよね。移動平均線の下にあれば売り手の方が多いよね。MA 移動平均線の上にあれば more buyer than seller ですか。more seller than buyer ですから買い手の方が多いよねと。If you're underneath the moving average of the 240 where the bankers trade, on the 240 where the bankers trade, and you're underneath the one here, the 10 minute where the intraday traders trade, you're probably going to the downside. で、この240分、60分、10分のこの MA の下にあるっていうことは、まあ、probably、まあ、多分下に行くよねと、ほとんど下に行きますよねと。See? You can't do this on MetaTrader because you can't put side by side three separate, Hakanashi charts.まあ、メタトレーダーではこれできないですよねと、こうやって3つ並べてとか、違うチャートとかこういう、まあ、なので僕たちはメタトレーダーを使わないで PA でやってますと。So, that's one thing. All right. Pound, the dollar, yen, we're looking for a bounce. ドル円いきましょう。All right. We'd love to see it retrace first, though, and it just hasn't done much of a retracement at all.これはリトレースメントを待ちたいですけども、リトレースメントなさそうですよねと。
で、これじゃあ今サイドウェイってことになってるので、サイドウェイっていうパターンはどういうことかというと、このまま、上に上がっていくパターンですよね。で、まだターゲットは上の方にありますよね。で、覚えておいてほしいのが、このままサイドウェイに来たら一回フェイクします。フェイクして、この振り落として、みんなを売り手と見せかけて、また上がっていくことでしょうと。Don't forget about the head fake. これをヘッドフェイクと言います。Right. Typically what they do is they head fake it to the wrong way to get the dumb money going the wrong way and then they flip it where they were going in the first place. That's why we become technical people and we don't chase an indicator. なので、テクニカルピーポー don't chase the indicator って言ってましたけども、つまり僕たちテクニカルトレーダーっていうのはそのインディケーターなんかに騙されないよってことですよね。まあ、インディケーター、例えばストキャストとか RSI とか、まあ、短い時間足でやってたらこれ売り出ちゃいますよね、そういうヘッドフェイクでも。でもそういうのに僕たちテクニカルトレーダーは惑わされないでやっていきますと。ドルフラン行きましょう。今はドルフランはトレンドラインのてっぺんにあるので何もすることはありません。ジャンクです。ドルカナダもジャンクです。ポンドドル、5950と5917って言ってましたか。一人オーダーを入れてますと。5950と5917でエントリーオーダーを入れていますと。この2つのパートのトレードは絶対に逃したくないですよねというわけで、トレードアラートブログの方にもこれアップしました。この後スコットからサインが来てたので、売りのサイン来てたのでアップしておきましたので見ておいてください。まあ、ここより下で売り、ここより下で売り、この2つのパートですよね。で、このピンク色の線を取っていこうと。で、これ今チャネルライン引いてますけども、まあ、ブルフラッグ、あ、逆だ、ベアフラッグですよね。はい。So when you have a small area, you use one third of your lot. When you have a big area, you use two thirds of your lot on an add-on. Alright, how you do it? I'm looking for a target of 5835をターゲットに行きましょう。Euro dollar. ユーロドル行きましょう。Not interested in this until we break above this top 3380. 3380を上に抜けてこなければ。やらないです。3400でストップを上げましょう。ロードマップ。つまり地図のことですよね。じゃあ地図はどうやって出すのか。これフィボナッチでやります。で、フィブリトレースメント。まあこれご質問とかなんかコメントあったんですけども。まあ、フィボナッチ全然 PA チャートでもリトレースメント使っていまして、そしてそれと同時に使っているのが HSI っていう、またこれまたちょっと設定の違うフィボナッチなんですけども、まあ、スイングロースイングハイって言われる、まあ、高値安値を結んでフィボナッチを、普通のフィボナッチですよね、メタとかにも積んであるフィボナッチを使ってこの出します。でちょっと設定が違って、設定というか234とか、まあ、これも出ると思うんですけど、全然あとは普通に3825061878786ってあるんですけども、これをロードマップ、つまり地図ですよね。どこに向かっていくかという地図を出してやります。まず、デイチャートのトップっていうところがターゲットになります。その後、ここに 0.270 の、マイナス 0.270 っていうターゲットのフィボありますよね。これ、PA だとこうやって、PA チャートだとこうやってターゲットも出てきますよね。0.270、0.618 とか言って、マイナスですよね。っていうのは、これフィボナッチエクステンションっていうのじゃなくちゃ、多分メタとかじゃできなくて、2つ引かなくちゃいけないんですよね。でも PA だと、このターゲットも普通のリトレースメントに出せます。
で、その 0.270、マイナス 0.270 がこの高値と重なっていますよね。これが3400というポイントで、ここを hard to get through と言ってましたから、ここ抜けてくるのが結構大変です。なので、じゃあこれどうやってトレードしていくか、このターゲット、デイチャートのターゲットまでどうやってトレードしていくか。まあ、ブレイクしてフックしたらエントリーしますよね。で、3400まで来たらストップを上げていきましょうと。We stay in and we move our stop again when we hit that fib. When we break above here and hook, go, we out of position. で、またブレイクしてフックしてきて、ゴーしたらまたここで買い増しをしていきます。Here, and we move our stop to 618. で、このマイナス 0.618 のフィブのターゲット来たら、またストップを上げますと。で、トレンド、トレーディングレンジブレイクアウトのビデオをご覧になった方は分かると思うんですけども、まあ、PA にはまた TRB っていうシステムがあって、こういうトレンドをブレイクしてきて、こうやってフィブ引いたら、マイナス 0.618 まで行く可能性っていうのが、このターゲットのフィブのマイナス 0.618 まで行く可能性っていうのが、90% あるよっていうことなんですよね。Above the 3450. で、3450まで来て、これをブレイクしてきたら、また add your position。もうちょっともっと買い増しをしていきましょう。で、トップまで行きましょう。Alright. If we get that real estate, we can get totally different real estate also. That's my problem with trying to do an alert ahead, 6 hours ahead of time. I don't know what the real estate is going to look like. I'm not a guy with crystal ball. I just follow the charts. So, there's divergence on VU. Oh, let's go check a look at it. So, this is up to a 60-minute chart. And...Quite possibly, yeah. Alright, I like to see this hump finish, but it's given us some. The euro is always a nightmare, Colin. Just stay out of the euro unless you absolutely have to trade it. It has to be perfect for me to trade the euro. Alright, nice call, Scott. Very good. Alright, so this could be the bottom. It may not break here. A good reason not to wait for it to break is to prove that it's not there. We don't stop trading because we have divergence in the market in that direction. But we're aware that we now got to be judicious about our stops. All right. まあ今ポンドドルでダイバージェンスがあるねっていうこっちのチャットのまた別のスコットさんっていう人がダイバージェンスがポンドドルに見えてますよって言ってたんですけども、まあ確かにそうですよねと。でもまあそれでトレードをやめることはなくて、そうしたらじゃあ何をしなきゃいけないかっていうと、ストップの位置を考えていかなくちゃいけないね。もしエントリーしてるんだったらストップ、をこう下げていかなくちゃいけないねということを言っていました。Euro is always a bunch of junk. The reason it is because all the dumb money is over here and so are all the black boxes. But the targets still remain the same. The big boys are still the guys that are going to move it. It's just choppy as crud going up and down because all the 5-day pippers clicking in and out, in and out.はい、今ユーロドルはさっきもちょっとやったんですけども、まあダムマニー、まあ、まあ直訳するとバカなお金ってとか、もう本当まあ間抜けみたいな感じですよね。なぜなら5 to 8 pippa って言ってましたけども、つまり5ピップから8ピップでこうクリックする人たちがこうもうエントリー決済エントリー決済ってやって、こうやってまあ変に動いてくる。でもこのターゲットって言ったターゲットというのは still remaining、つまりまだこのターゲットは全然まだ生きています。なのでビッグボーイズ、つまり銀行員ですよね、銀行員がここを目指して全然動かしてきますよと言っています。 Everybody see the inverse head and shoulders here though? インバース、まあ逆のヘッド&ショルダーですよねっていうのがありますよねと。 Inverse head and shoulders, there's the break of the neckline. Already underway here, see? Already break the neckline, まあ underway to go です。まあね、つまりまあ、ネックライン割ってきたので、このヘッド&ショルダーも行く感じですよねと。So we're up to that up there. OGN. OGN. We need a pullback or we need to go sideways. I'd love to see it go sideways. We need a pullback or going sideways. つまり、プルバックするか、リトレースしてくるか、サイドウェイに行かなくちゃ買えませんよと。That would be really nice.Right. でスコットはサイドウェイに来るのが望ましいと言っています。でサイドウェイに来たらコンフォーメーションとアップヒア、この次の HSI ですよね。下から引いたワンクリックでできるフィボナッチ、まあ、フィボナッチっていうとなんかちょっと誤解されてしまうかもしれないんですけども、普通フィボナッチって比率でやってますよね。 0.50 とか 0.382 とか。でもこっちのフィボナッチっていうのは数式を使っていて、1+1は2とか、
まあ、両方ともフィボナッチなんですけども、この HSI っていうのは誰も使ってないんですよね。日本も、ま、間違いなく 100% 日本では僕たちチャートマスターしか使ってないです。なぜなら僕たちがこれ開発したものだからです。でそれを PA に持ってってこれ入れてよって言ってやってもらって、まあ、3年間検証したんですよね、ずっと。でこれすごく精度がいいしフィボナッチだから絶対使われるしっていうことで入れてもらいました。なので絶対日本でも少な、もしかしたらアメリカでも僕たちチャートマスターもしくは PA チャートの本部しか使ってないのがこの HSI です。A retracement. You know, we want the retracement in this area right here. But as you can see, it's already telling you they do pretty big retracements here. So we may not even get one till all the way down here. So let's look for that area right up in here. And it could be this high, right? So, but, you know, the structure of the market tells us it's going to have to correct or go sideways. One or the other. It can't just shoot up there. That's a trip to the moon, right? So that's it, right?まあ、このまま上がっていくことは考えられないですよね。それだったらシュートゥダムーン、また月までの月までの旅行になってしまいますので、まあ、こうサイドウェイに来るかリトレースしてくるかしか考えられないですよねと。ユーロポンド、僕たちみんなこれトレード今してますよね、入ってますよね。で上までトップまで狙ってますよねと。 We are doing well on this trade.今調子いいですよね。みんなプラスになってます。で、これトレードアラート、昨日じゃないな。一昨日とか3日ぐらい前に出たトレードアラートですよね。で、ユーロポンドっていうのは動きが遅いので結構時間はかかりますけども、We are doing well on this trade、僕たちこのトレードで今調子がいいですよね、と。ユーロアジー。ユーロオージー。ユーロアジー、we're interested if it can pull back down to here. Alright, I've got a bear flag right now. Come down to here, look for the bounce.今ベアフラッグがあってこのブレイクしてきたらこのターゲットまで、でそこのターゲットまで来たらバウンス跳ね返りを僕たちは取っていきたいですねと。オーバーオールターゲットですアップヒア、このピンクの線が、ターゲットになりますねと。ユーロカナダ、ユーロカナダ、ユーロカナダ is at the very top of the trend line. We cannot make a trade at the top. You can all see that we need a correction. We actually need to square this candle upIf it just screams down here, which I'd love to see it do, I'll be a buyer down in here. これは今、まあ、トレンドラインのてっぺんにありますし、このキャンドル、この長く出たこのドーンというキャンドルをスクエアアップしてこなくちゃおかしいですよねと。スクエアアップというのはこのキャンドルまで戻ってくること、窓埋めと一緒の原理ですね。そうしたら、スコットが言うのは、I love to see it to get buyer って言ってましたから、ここで買い手になるのがすごく望ましい、すごく love it。すごくいいよねってことですよね。絶対ここで回転になります。ここまで下がってきたらということを言っています。また SNS の方にチャンネルラインの引き方、トレンドラインの引き方っていうご質問があったんですけども、まあこの安値高値っていうのは結ぶのはそうなんですけども、またアメリカのテクニカル分析はまあ日本より10年、20年とかそういうレベルじゃなくて本当ずっと先を進んでいて、まあもちろん日本じゃ教えてくれないっていうのもあるんですけども、まあパンローリングがちょっと本出してるぐらいで全然教えてくれないんですけども、まあこうやってテクニカルを突き詰めてきた人から言うと、まずまあ安値高値で実態を通るようにしたり、で今度じゃあ上をどっから引くのってことで、このまあサポートレジスタンスですよね。まあつまりサポートレジスタンスから引きましょうよっていうことですね。でこれはこの前からずっと作っていた教科書、多分販売価格1万円とかになると思うんですけども、この教科書でもうそのサポートレジスタンスという定義について、定義というかサポートレジスタンスについてすごいいっぱい書きました。でなのでそういうサポートレジスタンスっていうことを分かると、じゃあこっから引くんだなというのが分かると思います。でスコットの場合、ここチャンネルラインの真ん中の点線というのが 50% にしていて、上が25、下が75ってしてるんですけども、まあ、この 50% を使われているかどうか、彼の言い方で言うと、このチャンネルラインが、もしくは相場がこのチャンネルラインの 50% っていうのがどこにあるかを分かっていることっていうんですよね。なのでこうやって 50% のところを見ていくと、こういうところで止まっていたり、ここで止まっていたり、止まっていたり、じゃあこのチャンネルラインが正しいなと見て、まあ、順番的には、なんて言うんでしょう、このチャンネルラインが使われている 50% が使われていたら、このチャンネルラインは正しいなと見ます。で引き方はまあヒゲとか引いて、でちょっとブレイクしててもそれはヘッドフェイクだったりするわけですからという感じですね。でまあスコットのチャンネルラインの引き方を見ていけば多分真似はできると思います。
で、普通の人っていうのはここで下引いて、上をここで引くと思うんですよね。で、これがブレイクしてきたから、じゃあ次はここ、もしくはここってすると思うんですけども、まあここにしましたと。まあ、スコットのチャンネルラインを見ていけば、まあ僕もそうだったんですけど、なるほどなって分かってくると思います。For the bounce up. And what goes up fast, when it starts to move, it typically goes down fast. So be aware of that. CAD yen? カナダに行きましょう。We're hoping to get a deeper retracement than this. It is building a bear flag, as you can see. So I'd like to see it come down into this area here before it gets the bounce. まあ、もうちょっとリトレース欲しいですよねと。まあ、このサポート、このサポートまで来てバウンスしてきたら買いたいなと。R5 がターゲットですよ。9円。We're inside a channel here also. So a bounce up into this area gives us 50 pips. I wouldn't mind doing it.キウイ円は今はチャンネルラインの中にいますと。で、昨日僕このトレードしました夜。で、またもう 寝るとこだったんで、リミットセットして、まあ、25ピップ取れてたんですけども、という感じでしたね。Thank you, Pip. On the Euro CAD, the last move down with a screamer. Yeah, there you go. See? Right there. There's another screamer. Hey, they're actually showing you. When we get a chance to go down, we scream. See that? See how it's told you that?We scream down. So, you know, right here, if we start to see this thing break to the downside, advanced traders will make the trade to the downside. Newbies should wait for the bounce down in the bottom. All right, New Zealand yen, we're looking for it to continue this up in this area. Nice trade up here, about 50 pips. Don't want to miss this trade. We're very close to that happening. It might happen right after the session. It might happen in Singapore this afternoon because it's got New Zealand in it. Okay. But Kiwi yen はこの上ですよね。さらに上の50ピップを狙っていきたいですねと。まあそれが僕のやったトレードですよね。その半分でリミットを入れちゃったんで最後まで取れなかった。まあ最後までっていうかリミット外して追っかけられなかったんですけども、寝てしまったんで。まあそれをスコットも言ってましたよね。ここ50ピップ残りあるんで取っていきましょうねと。Pound New Zealand. Looking forward to finally break. If it breaks here, we're going to be interested in this trade. Finishes wave 5 right down here with a 1270, a PSR, and a S5 right here. That's the bottom. There are barriers to getting to it, as you can see. So if we get a trade here, there's one trade here, there's a small trade here, and then you've got to manage it to here. 今ターゲットっていうのがこのフィブのフィボナッチリトレースメントの、まあ、フィブって言ったらフィボナッチリトレースメントっていうことで僕たち使ってるんですけれども、まあ、フィブのマイナス 1.270 っていうターゲットと、HSI の R5 っていうのが重なっています。ここがサポートになるでしょう。なのでこれをブレイクしてきたら、今、ポンドニュージーランド、下にブレイクしてきたら一つ目のターゲット、ここ。まあ、一つ目のトレードがここ。二つ目のトレードがここ。で、三つ目、ここっていうふうに取っていきたいですね、と。Silver, we're looking for the continuation to the upside. Our overall target is up here at 3245 right. 3245. 銀のトレードですね、XAG. 3245. 3245を狙っています。And let's see if we can get that going. Hopefully so. Pound Chief. Pound Franc. We're interested in a buy only, and we're going to have to be above this day chart trend line here, all right?If we get a retracement down here into this area and it does pull and does stop, because you've got a lot telling you that might be the bottom out there of this move, and it bounces here, then all these targets that you see here have already been taken out. So they're gone. Our next target is here. There are still barriers. That's where you'll move or stop. ポンドフランなんですけども、今ここでリトレースしてきてますけども、これはサポートされたら、ここのサポート、そしてレジスタンスもありますから、ここでサポートされたら買っていきたいですね。で、この水色の線、もうすでに終わってますよねと。で、このターゲットも終わってるので、次のターゲット、HSI、ここまで取っていきたいですね。でも、この水色の線っていうところでストップを上げていけたらいいですよねと。上げていきたいですよねと。Your target is now up to here. And that's it. Okay, don't forget everybody, especially demo traders that are here. Jerry's dad passed away. Jerry's our tech support guy. He passed away during the night. Jerry is down there, so he does have his
laptop with him. He is trying to get people up in between stuff, but it's you can imagine it's a mess down where he is. So if you don't have a tech support problem, there is absolutely an emergency, which I can't imagine that there is one. Then let's give him a little bit of room here, okay? I thought there was no margin on silver. In the United States, we're not allowed to trade it anymore, Casper. You can trade it outside the United States, but our illustrious government has decided that we cannot do it with leverage. We can trade it one-to-one, but we can't trade it with leverage. So it's not worth trading with one-to-one. Right? Unless you want to hold on to the position. We don't want to hold it. We want to buy and sell it. That's democracy for you. All right, exactly. All right. Yeah, they think we're too stupid to do it. I don't like anything about MetaTrader, but I use it to enter my trades. You can't do multiple time compressions. You don't even have a 10-minute chart. The 10-minute chart is the most reliable for entries. There is no 10-minute chart on MT4. Why? Because it is the least false positives are on a 10-minute chart. You don't even have one. Can't even put one on. So there you go. You need to be able to see multiple currencies at multiple times to see harmony, and you can't see that. You can't see it. You can only see one trade. You can bounce them up to a 240, down to a 60, down to a 30, up to a 240. You need to see them side by side so you have reticular cognition. Reticular cognition is critical. Your brain can figure it out before you can. See? And that's what's wrong with MetaTrader. You know? That's why we created these charts. We never created these charts to be in business in the chart business. We created these charts for us. That's what we did. Exactly. And what happens in MetaTrader is it forces you to be an indicator junkie. Alright? You got to put a slow stochastic on. What's the RVI setting? What's the RSI setting? Let's go over to Forex Factory and find out what the latest and greatest setting on that thing is. Why is it that robots have to be optimized? Because they always have to have their settings changed. Alright? You funny, Paul. Alright, everybody, I'll see you tomorrow morning. Be very careful, and again, don't forget, if you don't have a tech, if it's not absolutely critical, keep your tech support questions at a minimum. And Pippa's kind of helping out. If you have some sort of question and you're trying to figure it out, she will help you out. I'm certainly available here. I get to chat on all day long. Alright, so there you go. Alright, don't forget to vote for us. That would be a great thing. Go right there right now and vote for us. That would be fantastic. We're still number one. All right. Cool. All right, everybody. See you. はい、というわけで、というわけで、はい、というわけで、スコットのセミナー終わりました。まあ、最後はメタトレーダーとの比較をしていましたね。まあ、メタよりもやっぱり PA がいいっていうことを言っていました。で、僕たちっていうか、まあ、スコットですね。スコットたちは、このチャートを別にチャートを広めようとか、チャートビジネスとしてやってたわけではなくて、自分たちのために作りました。なぜなら、そのメタトレーダーとかっていうのも使ってみたことはあるんですけども、まあ、10分チャートっていうのがエントリーにすごく大事だっていうことなんですけども、まずメタトレーダーだと10分が表示できない。さらに、その複数のチャートを見ながら、こう、240やって、60やって、30やって、10分っていうふうに、このいっぺんに表示できないっていうんですね。なので、その、メタトレーダーよりも自分たちで作ろうっていうことで PA チャートを作りましたと。まあ、それが10年とか12年、まあ、それぐらい前の話ですね。で、そのメタトレーダーの欠点としましては、その、インディケータージャンキーになるって言ってました。このインディケーターいっぱい組み合わせて、このインディケーター、このインディケーターっていうことになっちゃいます。で、教科書でもこの前書いたんですけども、その、いろんな3つぐらいの段階があるんですよね。3つの段階があって、まず、テクニカルやってみようとか、で、メンタルが大事だと思うとか、で、そのテクニカルが大事って思うときは、そうやってインディケーターこうやって探してみて、いろんな組み合わせをしていくともう、キリがないわけですよね。で、今度メンタルが大事だとか言って、で、最後はそのメンタルとテクニカル両方大事だと思ってやっていくんだけど、怖くてできないみたいなことになっちゃって、で、その人たちが今一番多いんじゃないかなと。でも、そこでもう自分に合ったものを見つけて、そのスタイルを貫き通して経験値を積まなくちゃいけないんですよね。少なくても半年とか。で、長い方は数年とかかかります。僕今もうすぐ10年経ちますけども、もう完全に見つかってます、僕の中では。まあ、それが HSI RF1000 みたいなそういう短い足のそういうデイトレなんですけど、まあ、テクニカルをしながらデイトレしようぜっていうのが僕のスタイルなんですけども、まあ、パソコンも見てられますし。
で、その一番最後のこの段階っていうのが一番そのナイーブな時期ですし、まあ一番頑張らなくちゃいけない時期なんですよね。なので、そんなメタトレーダーと、まあメタトレーダーは別にそんな否定とか、まあ自動売買とか僕だってやってますから、まあ完全否定はしないんですけども、その裁量とか自分でやる方っていうのは、やっぱりそうやってインディケータージャンキーとかになっちゃって、あの自分のスタイルを貫き通せず、そうやってインディケーターとかのせいにしたり、で、じゃあメンタルが大事だとか思って、で、やめちゃったりとかなっちゃうんで、まずこの、経験を、PA チャートを使いながら経験を積もうぜっていう話なんですよね。なので僕たちこうやって PA チャートっていうのを普及させようと、日本で一番のチャートにしようと思っています。で、ちなみに今アメリカではチャートのコンテストがあって、今 PA チャートが1位です。っていう感じですね。まあそれをスコットは望んでなかったんでしょうけどね。まあサポートとか大変になってしまうと思いますから。まあそんなことはさておき、まあトレードアラートたくさん最近出てますし、全部調子いいですし、今僕は、僕をはじめスコットたちもユーロポンド持ってますから、まあその辺、皆さんも、サインアラートトレードアラート来たら、まあ、チャートマスター SNS の方に一番先にアップしてますので、まあ、これご覧いただいたり、PA チャートトレード日記のブログを、ご覧いただいたり、まあ、PA チャートで検索してもらうと出てきますので、ご覧いただければなと思います。それでは今日もどうもありがとうございました。それでは、次は月曜日、火曜日かな、火曜日ですね。それでは失礼します。